ちょっと怒り爆発しましまたね <laughs> エンジェル・シャンパンはこのシャンパンのコンテストでゴールドメダルを取ってるということですけども。 まあ今ゴールドメダルをかけたオリンピックが行われていますけれども日本人が金メダルを連発していますけどその辺の感想とあのオリンピックの注目競技応援している人がいましたらお願いしますすそうですねでねもやっぱり始まってみるとこういうふうに皆さんが盛り上がってすごいなんか今後の競技も楽しみですしあと大阪の海選手も楽しみだなと思っています。いや私はあのオーープニニングセレモニーがあまりに 地味で質素であのー、ちょっと怒り爆発しましたね165億円もかけてえこれっぽっちっていう感じでしたあのオリンピック組織委員会は何やってんですかねでこの7年間あの人たち月給かなんか払われたのかしらだとしたらもう払あの返してほしいですねでもあの皆さんゲームが始まってあのー 私も夢中になってテレビにかじりづいてましたけれども、えー、柔道水から水泳バドミントン、ね、サッカーもう素晴らしいですよね。